牛乳パックで紙相撲。平成26年9月10月場所がこの後いよいよ始まりますが、その前に岡山県出身の白石島が横綱昇進となります。横綱昇進伝達式の模様を今日はお送りしてまいります。リポーターの山田大輔でございます。この後いよいよ使者が部屋にやってまいりまして、横綱昇進について、口上式が行われるわけであります。その口上の内容はどうなのか、ぜひ皆さんご期待いただければと思いますが、まず今回ですね、横綱昇進を決めました白石島の、これまでの戦いの軌跡を振り返ってまいりたいと思います。牛乳パックで紙相撲、今日は横綱昇進伝達式をお送りしてまいります。まずでは白石島の戦いの軌跡お送りいたします。どうぞ。白石島押し相撲同士、制限時間いっぱいです。よしもやっていけばいんなこで、ぶつかりました、押し合う、左の回しがっつりは白石島、横を取った、横を取って前に行く、白石島が一気に出ました。送り出し、ただいまの決まり手は送り出し、送り出して制限時間いっぱいであります。よしもやっていけばいんなこで、ぶつかりました、切りダンサーが浴びせに行くが、それを抑えているのは白石島、白石島が一気に押し込んでいく、白石島出る、押し込んで押し込んで、白石島が出ていって、白石島の勝ち。横綱敗れました。座布団を投げないでください。両者大関になっては初めての一番、左白石島、右後楽園です。制限時間いっぱい、よしもやって、今日はノーで、ぶつかりました、立ち合いは五分、左の回しを取れない白石島、寄っていくのは後楽園か、後楽園が中に入った、後楽園が出る、こうなれば後楽園の形です、後楽園の勝ち。ただいまの決まり手は押し出し、押し出して後楽園の勝ち、後楽園が勝ち越しです。いやでも今白石島右の前、寄っていく、後楽園の勝ち、後楽園いっぱいを守りました。制限時間いっぱいです。よしもやって、今日のうで、ぶつかった、立ち合い白石島早い、寄っていく、回しを掴んだ、右の回し入っている、寄る、白石島が出る、白石島の勝ち、全勝を守りました。ただいまの決まり手は寄り切りです。よしもやって、今日のうで、ぶつかりました、立ち合い早い、左からの下手投げ、後楽園の勝ち。ただいまの決まり手は下手投げ、下手投げで後楽園の勝ち。今日は左からの投げです。白石島が勝てばその場で優勝、後楽園勝てば優勝の行方は決定戦に持ち込まれます。押し合いは間違いありません。左後楽園、右白石島、制限時間いっぱい、両者見合って、かえんのうで、ぶつかった、立ち合いゴムだ、白石島掴んだ、左の回し、押し込んでください、白石島、白石島が出る、白石島寄る、寄り切り、白石島優勝、白石島初優勝、無冠の大関返上です。白石島で僕と握手どっかで来た、清水館の勝、制限時間いっぱい、キリダンサー勝てば優勝、両者見合って、今日のぐだ、ぶつかった清水館いっぱい、両者見合って、今日のぐだ、ぶつかった、白石島が出るぞ、白石島が出る、今度は白石島でした。ただいまのキリいっぱい、両者見合って、今日のぐだ、ぶつかりました、左の回しは白石島、うっしゃるのはキリダンサー、うっしゃるのはキリダンサーですが、ここで体を浴びせるの、キリダンサー、キリダンサーが体を浴びせていく、これを捉えるのは白石島です。さあ、キリダンサーが今度はどうするか、よい、吐け、吐け、寄っていけるか、いや、白石島の右足は依然不利です、内、うわ、外掛けは、外掛けは白石島、外掛け白石島、残すのはキリダンサー、キリダンサー残す、寄っていくのは白石島、寄る、白石島優勝。ただいま
島の決まり手は寄り切り。おめでとうございます。マッチョーマッチョーマッチョー。思えば三横綱時代は残す。寄り切りでは寄り切り、寄り切ってキリダンサーの勝ち。勝てば三横綱時代はもうほぼ確実ということになります。三度目の優勝も決まります。ぶつかった、立ち合い白石島押し込む、横を取って押し込む、送り出し、白石島優勝。ただいまの決まり手は制限時間1です。よしみやって強引投げで、ぶつかりました、立ち合い五分だ、右の回しは後楽園、左の下手入ったか、白石島寄っていくのはしかし後楽園です。右の押っつけ、今度は後楽園が出る、後楽園出る、一気に押し込む、押し出し、後楽園中というわけで横綱への奇跡をお送りしました。先場所の千秋楽、惜しくも後楽園に敗れはしまして、全勝優勝こそなりませんでしたが、ご覧のような映像の、締めくくり、見事白石島が3度目の優勝を果たして横綱への座を手にしたわけであります。本当にVTR の中でもありましたが、何度も横綱へのチャンスがあって、しかしそこでのまさかの負け越しということも味わいました。非常に苦しんで苦しんで苦しみ抜いた中で手に入れたこの横綱の座です。白石島、ついに横綱昇進を決めております。果たして口上の内容はどんな感じなんでしょうか。この後独占インタビューも交えてお送りしてまいります。タイムライン上ぜひ皆様、質問などありましたらお寄せください。タイムライン上すでに期待の声もかかっているようです。ありがとうございます。ことぶきさんからは二度あることは三度噛む、ありがとうございます。そして3人目の横綱誕生なんだから理事長さんも来てらっしゃるというコメント、焼きみりもさんありがとうございます。クシンさんからも時折ね、あの後楽園の映像もお届けしておりましたけれども、次は後楽園が横綱近いかなという予想も届いてありました、ありがとうございます。さあではいよいよ伝達式が始まります。どうやら部屋に使者が来たようですね。それではカメラを部屋の様子に切り替えたいと思います。いよいよ口上が始まります。横綱昇進伝達式です。どうぞ皆様お楽しみください。本日横綱審議委員会におきまして、大関白石島が横綱に推挙されましたことをお伝え申し上げます。本日はおめでとうございます。謹んでお受けいたします。横綱のお名を下さぬよう、正々堂々後楽園遊園地で僕と握手いたします。本日はありがとうございました。驚きました。後楽園遊園地で僕と握手は後楽園のはずなんですが、驚きました。終わったようですね。横綱昇進伝達式の様子をお送りしました。まず皆さん驚きましたね。横綱に昇進したのは白石島です。まさか白石島が口上の場面で後楽園遊園地で僕と握手という後楽園の言葉を使っておりました。驚きました。この後インタビューです。あ、ぜひあの中央の方に
入っていただいて、白石島関、後楽園関じゃないですよね、白石島関ですよね。はい、私は白石島です。さあ、ここで独占インタビューをお送りしたいと思います。この度横綱に昇進いたしました白石島関です。まずは昇進おめでとうございます。いやー、ありがとうございます。今こうして、伝達式を終えてお気持ちはいかがでしょうか。いやー、そうですね、天にも昇るような気持ちでございますけれどもね。あの親方ですよね、後ろにいらっしゃるのは。親方は今こうして弟子が横綱になりました。どんなお気持ちですか。マッチョーマッチョーマッチョー。おかみさんもマッチョーマッチョーマッチョー。ありがとうございます。そしておめでとうございます。やはりあのタイムライン上もざわついておりまして、ことぶきさんからあんた後楽園遊園地じゃないだろ。エクシンさんからも工場で後楽園。やはり聞かなくてはなりませんね。工場の、まあ、皆さん全国民が、注目いたしました。固唾を飲んで見守っていた工場の言葉だったんですけれども、後楽園遊園地で僕と握手という言葉が飛び出しましたけれども、これはどういったことなんでしょうか。そうですね、やっぱりまあ、映像でもありましたけれども、まあ、私のねマッチョブラザーズの、ね、兄弟である、まあ、後楽園、まあ、彼がね、なりたくてもなれなかった横綱に私がなったということで、まあ、やっぱりどっちかがなったらどっちかでね、あの後楽園遊園地で僕と握手って言おうっていう兄弟の杯を交わしました。あ、そういうことだったんですか。はい。ただあの後楽園まだ現役ですのでこれからチャンスがあるかと思うんですけれども、これに関してはそうですね、先に私が言ってしまったので、逆に後楽園遊園地が後で、まあ、横綱になった時には言いづらいでしょうね。そうですよね。ただまあどちらかが先になって横綱になってその言葉を言おうという約束をしてたと、ね、約束してました。そういうことなんですね。はい、決してパクったわけではありません。パクったり、あるいは間違ったとかってわけでは間違ったってことないです。あ、ないと。まさかということですね。まさか間違えるわけではないと。まさか間違ったわけではない。ね、袴着ちゃったから。そうです。まさかね。ね、あのなんか形似てるなとか、そういうことではないではないと。そういうことではない。いうことでいいんですね。そういうことです。わかりました。まあ、横綱に昇進、いよいよ横綱白石島として今場所戦うことになりますが、抱負を聞かせていただけますか。そうですね、まあ、長い間、まあ、キリダンサーさんがね、まあ、横綱を務めていたというところもありますんで、まあ、私が新しい風を、まあ、マッチョブラザーズもまだまだいけるんだぞというところを見せつけてやりたいですね。まあ、苦労してこうやって横綱になったんでね。マッチョ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 。騒がしい部屋ですね。ここは騒がしい部屋ですね。今までで初めてです、こんなに部屋が騒がしいのは。おかみさん前面に出てくることはなかなかないです。ね、結構おしとやかな方々が多い部屋が今までね、伝達式のお部屋だとね、そういうこと多かったんでね、一番騒がしいですけど、まあこのなんというかあの賑やかさが横綱を生み出したと言っても過言ではないんですね。マッチョマッチョマッチョ。それでは、もう時間も、来てしまいましたけれども、最後に岡山県の皆様、そして春日部部屋を応援している皆様へぜひ一言お願いします。後楽園遊園地で僕と握手。皆さん、本当におめでとうございます。白石島の横綱昇進伝達式の模様を中継でお送りいたしました。それではいよいよこの後始まります平成26年9月10月場所の初日の中継、どうぞご期待ください。サイン横綱時代が始まります。